沖縄国際通りから平和通り商店街に入ります。今日はこの商店街を、くぐり抜けまして、台湾の、兄弟がやってる野菜ばっかしのお店、ベジタリアンのお店に伺おうと思っています。平和通り商店街を突き抜けます。突き抜けたところ、1本目を右側に曲がります。ここを右に曲がります。ここが金壺ですね。ここは以前、YouTube 上げさせていただいたんですけど、ちまきがむちゃくちゃ美味しいらしいですよ。金壺食堂さんですね。あ、ちまきテイクアウトのみね、午前中です。木曜日休み。ちまき300円です。こんにちは。台湾の兄弟がやっている店なんですけど、これまだ600円らしいですね。ここのお店はベジタリアンで、野菜中心で、僕2年ぐらい前にも撮影したんですけど、あの時もおかわりしても600円、今でもそうらしいです。この人は台湾バリバリの人ですよ。男前でしょ。嬉しいね。わあ、僕ら観光客にしたらね、野菜がいっぱい取れるね。これ何なんですかね。キクラゲですね。あ、クラゲね。キクラゲ、はい。キクラゲ。はい。これは沖縄そば。沖縄そば。はい。それでおじやかなんかあったよね、昔。はい、あ、おかゆ。野菜スープ、白いご飯です。野菜スープで白いご飯と、これでまだ未だに600円なんですね。もう見るだけでも得です。じゃあこれから呼ばれます。僕は食べられないかもわかんないけど、こんなたくさんといただきました。漬物に美味しそうなコーコーで、わかめに、これちょっと忘れちゃった、これなんですかって聞いたけど、それで、これはなんか野菜で、そばで、サラダで、野菜だけの煮付けで、なんか、はーい。で、これがおじやさん。おじやです。それでこれが、まあとりあえずもう野菜ばっかしでね、長生きでいきましょう。心はおかわり自由で600円です。こんな感じで食べております。このね、おじやね、本当の 100% おじや。もう味もあまりないけど、体は喜びますよ。おいしい。でこれがわかめちゃん、外人のベジタリアンさんが多くてね、何よりもおかずよりもこのマスターがすごくいいという評判を聞いて、もう一度アップしに来ました。もう完璧な完食です。もうちょっと食べる気も何もなくなりましたけど、美味しかったです。おかわりしても600円ということで、いつもご覧いただきありがとうございます。できましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。